大した話じゃないけど、はい。あ、はい。もうこの前、あれ、ゴズ見に行ったんですよ。ああ、三池崇史のね。三池崇史。牛頭って書いてあるやつね。そう。渋谷のイメージフォーラムで、あれはっつって。ヤクザだけを殺すように訓練されたヤクザ犬ですっていう話は、やられる前にやっちまわねえとってやつでしょ。っていう話は聞いてたけど、全然見たことなくて。うん。っていう話を誰から聞いて 池田君から。あ、俺か。俺前もこれやつ。で、あれでしょ、劇場初公開ぐらいの感じなんでしょ？あ、そうそうそう映画祭とかではやってたけど。あれ多分なんだっけ、V シネかなんかの枠組みだから、ただその放送とかビデオにしか載ってないと俺もソフトで見た気がする。うん、俺もそうだった気がする。この機会や言うて、まあ、そのイメージフォーラムに行って、はいはい。見てきて、はい。で、お客さん2、30人ぐらいで、そうなの？そう。満帆じゃないんだ、じゃまあまあ、まあまあ、半分ぐらい。半分ぐらい。最終日。で、最後、脚本家のさすが佐藤ボズ。佐吉さんああ。が、前に立たれて、いろいろお話ししてくれて、じゃあ皆さん見てください、みたいな形で、始まって、で、初っ端から、まあそういう話じゃん。相川翔が出てきて、ヤクザ犬の話とか。ああ、いや、おもろいな、思って見てって、で、ヤクザ家の話あたりで、一回、画面がバーって暗くなって、で、それがなんか数分続いて、で、そしたらアナウンスで、いや、ちょっと映写機が故障しました、みたいな。今からちょっと修理するんで少々お待ちください、呪われた映画だから。そう。いや、まだプリント上映だと、まあ、いろいろありますよ。あ、そうだよね。で、そこから10分ぐらい経って、治りました、もう一回上映しますって。で、始まって、で、ヤクザカーの下り終わった後ぐらいにまたバッと暗くなって、で、映写機の故障です。で、それがそこから2、3回ぐらい続いて、で、まあ、でも映画館で映画見るって、まあ、こういうこともあるよなと思って、みんな普通に見てて、で、そのまま結構終わりの方まで行って、で、最後ね、まあ、生まれ直しみたいなシーンがあったりすあるると思うんだけど、で、そう。で、その時に、大いびきの、大いびきが始まって、映画館内で。ああ。そう、前で見てたおじさんがもうグースが寝てて、ああ。まあ、で、気持ちわかるけどね。で、まあ、俺は別に、あ、もうそんなもんかなと思って見てたけど、後で終わってから結構 SNS で、いや、いびきどうにかしてくれよみたいなことで、みんな 結構怒ってたりとか、その真っ暗になったこととかもちょっと怒ってた人もいたりしたんだけど、まあ、でも、ゴズだからな。そうだからね。で、最後なんか終わって、タダ券みたいなのくれて、タダ券？映画館の人はいが、はいはい。そうそう、お詫びみたいな形で。あ、いびきに対するチェーンじゃなくて。違う。そう、映写機故障。そはい、う。またちょっとイメージフォーラム行こうと思いますって いやいや、そういうなんか映画、なんか普通に家でネットフリとか見てるだけじゃなんか味わえないような映画館体験みたいなものが。それをいびきと言っていいのかあれだけど いや、結構面白かったなと思ったっていう話です。はい、言わんとせば。